コランドは、韓国のサ3ンが製造、発売する SUV である。3代目には、兄弟車として、ピックアップの、コランドスポーツも用意された。もともとは、キョアブランドで発売された、ジープタイプの 4WD が源流である。その後、キョアが、総流に吸収合併され、総流コランドを名乗ることになる。2005年に、一旦3、3ンのラインナップから消滅したが、 2011年に、ルノーサムスン QM5 や、ヒュンダイツーソン IX に対抗する、コンパクト SUV として復活した。派生車種にコランドツーリスモがある。2021年現在において販売される、単一車名の韓国車としては最も歴史が長い。初代初代、コランドファミリー1983年登場。当初は、キョ時代から引き継いだ二ドアボディのみであったが、 後にスズビッグホーンをベースとしたライセンス生産の派生車種コランドファミリーも追加された。エンジンは当初2.2リットルディーゼルエンジンだったが、後にメルセデスベンツ製の2.3リットルに換装されている。また、コランド K9 と呼ばれる9人乗り仕様もあった。二代目1993年に登場した無双をベースに登場。 2.3リットルと3.2リットルの2種のガソリンエンジン並びに2.9リットルディーゼルエンジンを搭載。いずれもメルセデス・ベンツのライセンスを取得したエンジンで全てにボルグワーナー製の 5MT が搭載された。輸出販売を前提としたため右ハンドル化は容易であった。なお1999年から2001年までは大湯の参加だったため大 コランドを名乗った。一時期、少数ながら、日本にも導入されたことがある。後期 RX フロント中期、CVT フロント中期、CVT リアコランドスポーツフロント2009年の、ソウルモーターショーに出品された、コンセプトカー、C200 を源流とする。2011年2月23日、アクティオンの後継。 コランドシーとして登場し、6年ぶりに社名が復活。総流 SUV 発の FF ベースの車種モノコックボディを採用。エンジンは、磁気音程に0 l d ルターボエンジンを採用し、6MT もしくは 6AT を介して駆動させる。エクステリアデザインは、ジョルジェット・ジュージアーロ率いるイタルデザインが手掛けている。衝突安全性については、 ユーロンキャップにおいて5つを獲得している。2011年3月に行われたソウルモーターショーではコランド C をベースとした EV コンセプトケブニが発表された。2012年1月16日2011年のソウルモーターショーに出品されたスーツマイナス1を源流としたアクティオンスポーツの後継となるコランドスポーツを発表。ただし、 ベースとなっているのはコランド C ではなくアクティオンスポーツであり実質的には同社のビッグマイナーチェンジである。なお海外向けは基本的にアクティオンスポーツの名を踏襲するがイギリス市場は韓国と同じコランドスポーツを名乗る。2013年8月7日韓国にてコランド C のフェースリフトモデルが発表された。エクステリアではフロントマスクは ヘッドライト、グリル、バンパーのデザインが変更を受けて、コランドスポーツ、アクティオンスポーツと共通のイメージを持たせるものになった。リアは、テールライトのデザインが変更されたほか、テールゲートに、コランド C のエンボスエンブレムが付けられた。そして新しい18インチアロイホイールが装着された。インテリアでは、 インストゥルメンタルパネルのデザインが一新され、艶消し仕上げの木目調パネルがあしらわれたほか、上部には柔軟な素材が使用されている。赤色の本比較シートもオプションで用意されているが、これは韓国製 SUV としては初である。また、7インチタッチスクリーンを備えたインフォテインメントシステムが装備され、カーナビゲーション、3D マップ、 ハーマンのインフィニティサウンドシステムなどが利用できる。エンジンは2.0リットルディーゼル、EZD のみの設定自体に変更はないが、ロープレッシャー版は、レクストン W で先行搭載された EZD LET に変更された。なお、EZD は 6AT、EZD LET は 6MT との組み合わせとなる。このか、燃費や NVH の改善が行われ、 TPMS が導入されている。2015年7月、e z d LET エンジンが、従来の2.0リットルから9月から販売する、常用ディーゼルの新車に適用される、ユーロ6基準を満たした2.2リットルの e z s d 2 2 0 l e t に変更された。同時に、AT は、愛心性の 6AT に変更され、HID ヘッドランプ、クリアタイプインカー。 メーターを6色の色彩へ自由自在に変更できるスーパービジョンクラスターが新たに採用された。また、17インチアルミホイールと18インチアルミホイールのデザインも一新された。2017年1月には2度目のフェイスリフトを受け、マイナーチェンジ。フロントマスクには最新の3、ンのデザインエッセンスを取り入れている。 2018年1月、コランドスポーツの後継者種にあたる、レクストンスポーツの登場により、コランドスポーツを廃止。韓国軍での採用2012年12月21日、祖税日報が伝えるところによると、韓国軍が、総流自動車の2012年モデルのコランドスポーツと、レクストン W を、式巡札及び作戦遂行に使用する。 野戦意識者として採用することを決定し、同年中に99台が、総流、平沢工場より軍への納入が開始されたという。市販車両が軍用車へ改造、転用された例としては、陸上自衛隊の73式小型トラック型や、ピックアップトラックなどをベースに、反政府武装勢力を中心に制作、運用される、テクニカルなどの事例が存在するが、 4WD といえどもレクストンやコランドのような、モノコック構造の SUV という、乗用車とほぼ変わらない車両がそのままの形態で、野戦向け軍用車として採用される事例は、類例があまり見られないものである。自衛隊でも業務車1号、同2号、同3号として SUV など、市販車両の採用例はあるが、あくまでも、駐屯地業務用としてのもので、 実践を前提とした用途では使用されていない。なお、総流によると今回納入される車両は、明細塗装、アクロ走行向けの体型タイヤ、ホイールへの交換が施された特別仕様であり、韓国の地形に合わせて、プログラムを再調整した EZD200、l e t エンジン、自動変速機、ABS、運転席、助手席、エアバッグ、カーエアコンなどの装備により、 実践での運用にも支障は発生しないとしている。2019年2月、ジュネーブモーターショーでワールドプレミア。同月26日、ビューティフルコランドとして韓国にて発表、販売を開始。フルモデルチェンジを機に韓国国内における社名は他国同様のコランドに戻った。エンジンは E。 X グッディと呼ばれる新開発の1.5リットル直噴ガソリンターボを採用。エクステリアは、チボリの流れを組んだ、直線基調のエッジの効いたものとなり、ローワイド感が強調されている。コリアンキャンドゥを掛け合わせた造語で、韓国人は何でもできることを表現している。ありがとうございます。